はい、対戦お願いします。どうも皆さんこんばんは、モッティです。今日もやっていきましょう、ポケットモンスターウルトラサンウルトラムーンシングルレーティング、よろしくお願いします。ということで本日のパーティーは QR パーリスナーさんからお届けのミクリパーなんですけど、なんとミクリパーかぶりました。ネタかぶりです。まさか、いや、そんなにいっぱいね、QR パー送っていただいてるわけではないんですけれども、なんと、ミクリパ被りました。そんな、なんですか？ミクリって人気あるんですか？まさか、それともあれですか？ミクリパーの人たちはすごい積極的な人が多いとか、そういうことですか？なので、ちょっと前後半に分けて、両方使っていきたいなと、いうふうに思います。はい。とりあえずは、ハッサムとかちょっとめんどくさいな、みたいな感じなことを少し思うんですけど、まあ、普段使わないような、ポケモン中心で使っていきたいですよね。意外とあれだな、あと、グライがきついですね。グライがきついから、グライが結構きついから、グライを上から殴れる駒ってなると、やっぱり、ギャラぐらいしかいないから、なかなか大変ですけど、こういう投げ方かな、これで。いやー、ギャラ投げたくねえな、今日。なんか、こういうパーティーだからこそギャラ投げたくないんで、ホイールを投げます。はい。対戦お願いします。理由がギャラ投げたくないから。オーソドックスなんですよね。ミロカロスが勝ち気ビビリ玉。なるほど。で、メガギャラドスが、リュウマイのいわゆるオーソドックスなやつ。で、ルンパッパが一応スイスイなんですけど、雨を持っているのがなんとホエル王っていう。多分空きスペースなかったんでしょうね。マリルリーマジか。でしょみたいな。とりあえずこれは出しがちのように一見見えるけど出しがちではないんじゃないかな疑惑が俺の中であるみたいな。だからといってじゃあルンパッパに引くかっていうとルンパッパは草技を持っていない。宿みが型なんとなかなかスイスイで上から宿みがをするとかいうなかなかあれですけど、どうしますかね。畑落とされてもいいんで、とりあえず裏のポケモンに引かれることを読んでもガルドバックされちゃってもみたいなところあるんで、結果的にはとりあえずギガドレ一発打っときますかねみたいな。あ、いないガルド。ガルドハッサムいないのはちょっと予想外だったな。まあ、とりあえず、急所さすがに入りすぎだもんね。ジャレ当たらない。美味しすぎる。美味しすぎるし、ジャレを打ってくるのかみたいな感じはあるんですけど。ヘドバク、じゃあ落ちないか。あ、ここで引く。樹海院。まあ、草技だから受かるだろう、みたいな。うん。キャラタスキマジ？あ、違う、ちょ待って、タスキじゃない。ちょ待って。待って、タスキじゃないんだが。いや、まあ、これはこのタイプだったらさすがにギガドレで大丈夫だと思うんですけど、相手もギガドレ持ってるみたいな。いや、でも大丈夫です。このドッグクラゲ、舐めてもらっちゃ困りますよ。ギガドレは愚か、特製ヘドロ液。皆さん知らないでしょう。吸われたら相手のダメージを。自信は無理かな。自信は、持ってるか、マジか。自信持ってるは、ちょっと苦しいですけどね。まあ。いや、なんか、普通にリフスト系かなと思ったら、あれですか、両刀かな？両刀って可能性は全然あるな。まあ、しゃーなしでしょう。とりあえずルンパ出して、まあ、一発、入れとくだけ入れとけみたいな。リフブレー！物理か！まあ、まずまずのダメージ。レッドビーム、オッケー。で、どうしたらいいんだろうなぁ。ちょっと、マリルリちゃんのジャレは多分耐えないと思うんすよ。割とルンパッパってアメースの中だとだいぶ耐久力ある方なんで、強いっちゃ強いんだけど、みたいな感じではある。ガルドいるの？マジガルドいる？ガルドいる？ガルドいるは、わかんねえな。どうしようかな。いや、まあ、とりあえず宿り通すけど、多分 Z でしょ、ここ。あ。甘すぎる！宿りぎ！甘すぎる。物理ポケモンじゃないポケモンに禁止は打っちゃいけねえぞ。完全に止まったぞ。そのギルガルド。しかも多分ギルガルドとルンパだったら、ルンパの方が S 早いんじゃないかなと思うんですよね。毒ミガ系じゃなかったら。で、毒ミガ系だとしたらここ毒確定で打たなきゃいけない場面なんで、禁止なんか悠長に打てないんで、多分、もうこれはガルドは止まりましたね。なんで身代わり張ります。うん。さあ、崩して見やがれ、この牙城を。まあ、向こうも向こうで攻撃するしかない。Z は、持ってなさそうですね。ここ Z 打ってこないっていうことは。シャドボ、はい。で、どうするかですよね。まあ、相手がキングシールド絡めてくるのか、ただ身代わりを見てしまうと、おそらく、
まあ、打たざる、連発せざるを得ないと思うので、まあ、どこのタイミングで何をするかですよね。高速のポケモン考えると極力ダメージソース入れておきたいんで、ただ、鍵打ちとかあること考えると、あんまり身代わり連打も、良しとは言えないんですよね。なんで、もう一回身代わりかな。で、その次攻撃かな。とりあえずは。うん。で、鍵打ち圏内に入らないぐらいの、ところで、立ち回っていきつつ、削っていくかな、みたいな。で、攻撃技が波乗り冷凍ビームなんで、急所。なので、まあ、ある程度ダメージは入るだろうけど、ちょっと能力値見て考えようかな、みたいな感じかな。感じかな。割と宿り切れ、それなりにガルドもまあまあ HP ある方なんで、据えてるんで、もう一回ミガでもいいね。ちょっと待ってね。能力値見ますと、111か。だいぶ、あれですね。割と、どうにかしないといけないっぽいな。影打ち、あ、いや、多分影じゃ無理だよ。身代わり貼れるよ。全然余裕。全然余裕。ここ身代わり貼れてしまったのは、こちらとしてはめちゃくちゃ美味しいレベル。で、マリルリが悪ジェでしょ？で、マリルリ多分上取れてないと思うんで、ルンパの。完全にとりあえず一ターン目行動できるところ、アーダコーナーなんで、ここ波乗りですね。多分向こう側からしたら、今のところ、あ、でもまだ、とりあえずあれか、波乗りか、落としてはいるもんな。結構通しやすいみたいなところ。そしてここで影を打たないのは、いやー、落ちないか。落ちないか。そっか。落ちないか。なるほどな。まあ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 。まあ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 、まあ。で、後続が一応ホエル王なんで、ホエル王は、攻撃技をですね、持ってないんですよ。ある技を除いて。なんで、とりあえず宿り木をダメージソースにして削り切りつつ、最後ホエル王で頑張るっていうね、そういう筋なんで、まあ、このダメージ量だったら多分ホエル王でも削り切れると思うんで、まあ、お楽しみにみたいな感じですけど、とりあえずこの宿り木は絶対に当ててほしい。よーし、オッケー。これは、いったんじゃないか。だいぶ、楽でしょ。じゃれお前のマリルリじゃれ当てなさすぎじゃないか。俺のマリルリちゃん以上にじゃれつく外すな。珍しい個体ですよ。珍しい。これ多分あれじゃないか。積んだだろ、今のじゃれ外しで。ちょ、ホエルを投げることすらなかったんだが、みたいな。多分積んでるんでホエルを投げます。はい。積んでるんで、ホエル王の出番ないんでホエルを投げます。ホエル王に一発地割れ打たせます。はい。じゃれー、当たる。俺的には、いやー、映画下がる。関係ねーわ。関係ねー。ホエル王パイセンは地割れを当てるかどうかのそういう、ポケモンだからな。舐めんじゃねーぞ。ホエル王パイセン。ホエル王パイセン強えからな。舐めんじゃねーぞ。マリルイちゃんごとき持ってくからな。おらーだぶいー。まあでも上が取ってるってことが分かったんで、もう勝ち確ですね。上取ってなかったら、まあでもルンパで積んでるんで勝ちなんですけど、みたいな。うん。絶望を味合わせてやろう。この、ホエル王様の回復ソースを、眠るが、あ。このホエル王僕は使ってましたけどね、6世代の頃に。いや、ホエル王ね、環境が煮詰まりきって、もうみんなが飽きてくる頃に強くなってくるポケモンなんで、ホエル王って。だからオーラスの最後の最後で、めちゃくちゃね、いかんない強さを発揮した。俺のホエル王は、命中率、7割、8割で一撃技を当ててくれるんで、やばいポケモンなんで、このポケモン。眠ってるだけで勝てるみたいな。いや、そんなね、受け勝ちはしね。俺は勝ちを拾いに行く。ドリャーブルー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 、諦めたな。はい。バガリキ強、急所。まあ、これで、宿り木のダメージが入って、対戦ありがとうございますですね。いやー、まあ、きっちり受け勝ったのと、まあ、じゃれつか当たってても多分勝ってますね。このダメージ量だったら。全く問題なかったと思いますけど。うん。まあ、あれですね。ヘドバクで、樹海がタスキ発動してメガ進化したのとこだけはちょっとびっくりした、ね。はい、対戦お願いしまーす。ヘラクロン！続いて、もう一方の方の、ミクリパです。この方は、普段、水統一を使ってらっしゃるようで、ものすごい技が大変なことになってますね。例えば、ルンパッパのメザパが目覚めるパワー電気だったり、アズマ王が毒好き毒 Z とか持ってたり、ナマズンが、竜舞型なのにスパーク持ってたりします。やばい、やばいですね。いろいろやばい。
てか、もうちょっと言っていいですか？ヘラマジで無理じゃない？ヘラ俺、余裕のよっちゃんでぶん投げるんですけど、このパーティーに。ヘラ誰で突破したの？これ無理？相当無理くないか、これ。ヘラ無理くないか？ヘラ無理だよ。ヘラ無理だよ。ヘラ無理。ヘラ無理。ヘラ突破手段全くないんだが。どうしたらいいの？なんか適当に、雑に削ってサメ肌で上から殴るみたいな、あれしかねえし。で、馬車もいるし、無理だし。ちょっと無理臭くないか、これ。ルンパ投げて、いや、ルンパから入るからいけないんじゃない？いやー、きつー。ちょ、待って、きつー。きつー。ちょ、毒クラゲミロカロス。無理。って、マジ無理。マジ無理。アズマホ。無理。全然無理なんだけど。バシャパルヘラ。テテブ、無理無理だ。はい、お願いします。無理だ。もうどの構成で投げられても多分勝てねえわ、マジで。無理だな。アロキュー、いや、無理だな。多分どの構成で来られても負けだろ、多分。バシャー。とりあえずライパーを持ってないことを祈ろう、みたいな感じですよね。はい。この毒クラゲは黒ヘド毒クラゲなので、一回引きますね。で、ミロカロスが、不思議な鱗ミロカロスなんで、まあ、受けてくれるのかな、みたいな。さあ、どうなるんでしょうね。普通にライパンとか持ってたらまず無理だしね。バシャパック、キューコーン。ってことはヘラがいないと。なるほど。モッティを見てヘラを投げないと。なるほどね。てか、キューコーン出てくるマジ？ちょっと待って。毒クラゲ見てキューコーン出てくるマジ？ちょっと予想外すぎるんですけど。マジか。毒クラゲ見てキューコーン投げるってどういうこと？でもこっちもじゃあやることなくなっちゃったんで、オーロラベール貼られちゃうとは思うんですけど、アズマ王か。アズマ王投げるわ。いやー、何先生の爪。ちょっとさー、早いんだから先生の爪なんか持たなくていいでしょうよ。何が何でもオーロラベール貼りたいまん。なるほどね。優先度1からのオーロラベールを貼るっていう。なるほど。なかなかそれは強いのではないでしょうか。とりあえずはダメージを食らっていく。まあ、一応、飛来神アズマ王なんで、電気技は据えると。で、何が一番通る？スマホか？スマホの方が入るのか？毒好き Z か？どっちだ？どっちだ？毒好き Z の方が入りそう感はあるが、単数微妙に消費したい感もある。毒 Z 打ちますか？とりあえず。キューコンバック？バシャバック？バシャバック？まあ、あれですよ。ちなみにこういうのは、僕の経験上の話なんですけど、毒 Z はアシッドポイズンデレイト弱っちょってマジで。まあ一応壁あるからね。壁あるからしゃあないってして、あの経験上の話なんですけど、なんだタスキバトン、ちょいタスキバトンじゃないわ。なんだ食べ残しでバトンすんのやだ。やめてこれさ、ドルルライナー打った方がいい。ドルルライナー打つべきなのか角ドリル打つべきなのか非常に悩みませんか。これ角ドリル打った方がいいような気がしないでもないんですけど、守る範囲。加速してバトンしてヘラか？ヘラか？どうしようかな。身代わりあること考えると、一回ここでドリルライナー見せたんで、多分、バトンするか、なんかしてくるかすると思うんですよね。剣前は多分できないんで、これ見せたんで。と思うと、ここバトンかバックかなんじゃないかな、みたいな。で、地面技ヘラで透かせるんで、ここドリルでしょ。はーん、当たらねえよ、当たらねえなあ。ちょっと待ってよ。はちょ、壁切れんの街なんですけど、微妙に壁切れるの街なんですけど、鬼火馬車、鬼火馬車、身代わりないだろ、じゃあないだろ。バトン、いいだろ。受けてだと、鬼火をなんか撃ったところで、どうにもならねえぞ、俺のドリルは。天を貫く。投げてきたな。偉いな。モッティにやっぱヘラは投げないといけないな。ドルルルルルル、一撃以外ありえない。残念だったな。読み切ってたぞ、その立ち回り。さあ、出てくる急行。あと、すいません。作者の方、なんで角ドリルの PP 増やしてないんですか？相棒なんじゃないんですか？あ、そう。アズマ王、相棒って書いてあったんですけど、じゃあ僕スマホね。あ、そうだ、あといい一個言い忘れたわ。ミクリがアズマ王を使ってないっていう指摘コメントはね、
正しいかもしれないんですけど、アズマオはですね、この方の嫁ポケみたいなんで、なんか、そういうことらしいです。はい。ミクリ、だから、ちょっとなんか、何のパーティーのミクリなのみたいな感じだと思うんですよ、このパーティー。実はなんかそういう、ちょっとなんか、ミクリのいろんなポケモンを織り混ぜたみたいなパーティーらしいですよ。あ、でもアズマオ使ってますね。あ、使ってますわ。失礼しましたわ。じゃあ次はドリルライナーで。対戦ありがとうございました。強、アズマオ。アズマオ強。なんだこいつ。やべえな。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。モッティ描いてみた選手権無事終了いたしました。グランプリはこちら、モノクマミントさんのアイコンに決定しました。5月あたりから順次差し替えていくんでよろしくお願いします。あ、ちなみにエンディングのコーナーで紹介コーナーしていくんで、その辺もお楽しみに。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。